ましたね、行きました。昼間から10移動かな。わあ、あ、マーガレットだけにしてくれ。ここはどこ？どうしてここに？そう、クマか。クマは、だけど気づいた。クマは今まで自分が誰なのかずっと考えてきた。けど見つからなかった。最初から誰でもなかったクマ。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけクマ。クマはあの世界にいた、ただのシャドウだったんだ。クマ、先生はいや、回復薬をなんだ。気づいたクマよ。やっぱりそう思った途端、意識が遠くなって気づいたら霧の中だったクマ。シャドウは人間の世界にはいられない。いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくて、もうどこにも行けないって思った。そしたらここに、いろいろなことを思い、クマの世界は人の心が影響する世界。その世界で生きているうちに、ある時一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ。でも人とシャドウはまた、だからそいつは自分がシャドウってこと忘れた。人に好きって思われたくて、だからこんな格好になったんだクマ。本当、前にもう一人のクマが言ったこと、結局あれが、探したって誰でもない、自分なんて最初からなくて、人に好かれるためだけの格好だけつけた、ただの影。忘れていればよかったのに、思い出しちゃったクマよ。きっとクマはもうすぐただのシャドウに戻ってしまうかも。そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしい。クマ、クマ、ごめんなさいって。ナナちゃんが、そう、クマか、よかった。死んじゃったらもう、まだだった。よかったクマ。それだけ聞けて、え、わかんない。安心。ここは不思議な場所か。クマの世界とも違う。もしかしてここは先生の夢の世界、クマか。4万3000円。そう、クマ。でもクマはどうしてここで先生と出会ったの？いや、指名していったらこんな体だった。まあこれからと、ここにいればいい。でもな、クマのあっても一個だけ分かった。っていうか、ガラスのグラス多すぎやろ、お前、車の中に。やべ、やべ、打点しみる。でももう一回
かなくて、ここはきっと先生の居場所。クマがいていいところ。さよなら。やった。イゴール、お前はいらん。あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようです。ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ再び流れの中へと戻る。大変興味深い。そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中。マーガレット、準備が整いました。発車いたします。いや、てかお前そんなお前ヒール履いたまま車を運転するのやめよ。やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。さあお戻りなさい。ではまたのご利用をお待ちしております。くそ、無理した。どうでした？いないし、誰も見てない。もうバカ、ほんとクマなんだから。事件山場だってのに。仕方ありません。やべえ、回復役いねえんやけど。追ってもらわんと困るんやけど。何これ、どこもかしこも前に来た時よりずっと嫌なか。急いだ方がいいか。ちょっと待ってて。俺らの世界もこっちも。ど外の霧にもこのメガネ効くんだもん。霧のせいで具合悪くなったって人結構増えてるみたいだし、これからどうなるのかな。いる、足立、こっち側にいる。マジか、どっちだ。待って、やはり自分からテレビに待って決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。じゃあクマ君の生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。たく、こんな時にあいつ。これ選んだやつがこっちにもいない。誰でも犯人になるっていうのやったら面白かった。ダメ、足立もいるのはわかる。もうクマ、やばい、膝が黒くなるって。ここは結局戻ってきたんだ。ここにいたってクマ何の役にも立たないのに。ナナちゃん、クマさん、やっぱりクマさんだ。声聞こえたよ、頑張れって。お兄ちゃんたちの声も。ナナちゃん待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠っ…あの、ナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって。頑張れって。あの時、奇跡的に持ち直したのは意識がなくても声は聞こえているものだから。僕やみんなの声、みんな…とにかく彼女の症状は原因もない。もちろん最善は尽くしているけれど、今の不明。
それじゃあまた何かあったら。もしクマが、それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいい。ナナちゃんが、僕はただのシャドウだけど、シャドウだからってなんだ。僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ。だからここに戻ってきて。お、スリム、お、すげえ、プロペラントタンクだ。それだ、そうだ、頑張るクマよ、ナナちゃん。気配だけ。リセちゃん、クマがいたらな。あいつもう鼻効かねえんじゃなかったか。立たないけど、なんだかんだ言って騒がしいけど楽観的で。大丈夫、ちょっとふらついただけ。霧がすごくて。今日はもうやめとこう、倒れたらやばいもん。九時間さんが消耗しては、仮に場所が分かってもまともに戦えません。夜も近づいてきています。ここまで来て立ち往生かよ。あそこにいんの分かってるのに。何よ、私の力全…クマ。お前どこに行ってたんだよ。ごめんクマ。なんだ、バカ邪魔。大遅刻よ。どんな大御所よ。リセちゃん、嘘泣き。バカ。ここまた一緒に頑張らせてほしいクマ。世話やかせやがってこのクマ子。今までどこほっつき歩いてたんだよ。ええなぁ。ごめんクマ。クマ、いろいろ分かった。みんなに聞いてほしいクマ。シャドウって、あの、私たちが戦ってるやつと同じってこと？みんなが知ってる通りのやつだクマ。シャドウは抑圧された人間の精神そのもの。誰の中にもあるものクマ。けどお前はシャドウなのに俺たちを襲わなかったじゃんか。あの中を平和にしたいって確か初めからずっと言ってたよな。きっとクマ、結局特別な意味も力もない、ただのシャドウだったんだクマ。クマの世界を平和にしたいと思って今までやってきたけど、それどころかこっちの世界にまでおかしな霧が溢れちゃった。ごめんなさいクマ。クマの力がもっとすごいものだったら。いいってのべ、だいたい初めっからお前に特に期待とかしてないっつの。今さらシャドウだったとか言われてもやっぱそれ系だったのかみたいな感じだし。何それ、こっちは真剣に告白してるのによくそれ系って、どういうことクマか。
プリティなクマがシャドウなんて思わないでしょうが。つうかシャドウだとなんか問題あんのか。確かに君はシャドウとして生まれたのかもしれないけれど、君にはもうペルソナの力がある。シャドウとは抑圧下の力であり、なら今の君にはちゃんと自我があるということじゃないんですか。自我がシャドウを制御するか、シャドウに自我が芽生えるか。多分僕らと順序が違っただけじゃないのかな。なんだ、じゃあクマくんってもう人間と同じなんじゃん。自分が何者なのか考え続けてるのって俺たちと同じだろ。で、大した力もなく特別な存在でもない。それも俺たちと同じだ。甘いビッチビチャやな。甘いって感じだ。ありがとう、クマ。みんなに。噛んでもだよ。甘いってビッチビチャ。俺らもともと微妙にはみ出してる顔ぶれの集まりだ。お前もその一人ってこ。誰がはみ出し者ですか。先輩だけでしょ。あのな、探偵やアイドルの言うセリフかよ。お前もいつまでも泣いてんなっつの。それどころじゃねえんだから。お前のいない間に山のアナと先輩を。あだち、あのずっこけでか。ほへー、気づかなかったクマ。クマったら節穴さんね。ほにょにょ。けどみんながよく知ってる人間なのに見つからないとなるとクマにもちょっと。言ったろ、お前にそんなのは期待してねえっての。んなことよりどうも盛り上がんねえんだよ。ふさふさしたのがいねえとな。いないとやだ。みんなありがとうか。よし、これで全員揃ったことだし。クマも久々に頑張って探す。全部上がりきるんかな。もうアルバイト行けんのか。そう。うろうろするなよ。あれ、こっちから感じるクマ。足立か。なんちゅうかぼんやりとしていながら、それでいてスケールがでかい歯ごたえ。何それ。怪しいクマね。でもおかしい。こっち確か最初に先生たちが3人で入った場所。最初に入った。ああ、あの顔切り抜かれたポスターとか貼ってあった。やっぱ誰かいる。クマクマたま
なたはなんか匂ったクマよ。そうか、え、確かあそこで花村トイレ我慢できなくなって、え、それやだ聞きたくない。話でかくなってるから、てか漏らしてねっつの。里中、そういうカテゴリーの話を適当言いふらすんじゃねえよ。ほら、向かじゃあ、みんな曖昧な話もそれくらいにして曖昧 B についておいで。なんつって、くっ久々だね、ユキコのそれ。つぼる場所は相当どうかと思うけど。いや、そこ別にランク上がらねえいいんじゃねえか思うけど。署名草。くそ。目かけてやってたのに、不倫なんかしやがって。誰だ。ああ、お前らか。しつこい奴らだな。何のことだかね。ごまかそうったって甘いんだよ。この場所にいることそのものが証拠だ。答えろ。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。誰よあなた、こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何？ニュースでやってるの本当ですか？あなたが不倫してるとかって。嘘ですよね、あんなの。そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。そっか、目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてね。なんなのあなた、人を呼ぶわよ。あー、うるさいうるさい、うるさい、黙れ。あんたさ、一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。な、何をする気？あ、落ちた。すごいな、完全に入っちゃえるんだ。あんなとこ夜中は誰もいないし、都合よかったよね。ゴミ回収業者とかなったら、うちのロビーからバリバリ晴れちゃうと稼げるんじゃないか。真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。でも画面を触って力に気づいたのは偶然だった。声出して笑っちゃったよ。すぐに思った、こいつは面白いことになるって。山の真由美で実験したってことか。いいよ、僕はもっと純粋な男だよ。僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。そうだよ、どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。それを真由美といい、あの女子高生といい、無駄に暴れるから。小西先輩もやっぱりお前なのか。小西？初めは普通に仕事絡みで呼んだんだ。
真由美の死体の第一発見者だし、万が一何か見たとかだったら、ほら聞いとかないとね。でちょっと優しくしてやろうと思ったら、ガキのくせ。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。ふーん、僕とは嫌だって。それなら僕にも考えがある。いや、ったく何が女子高生だ、世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。泣いている死を超え、そうしたら出してやる。なんてな、こんなヤバそうなとこ誰が入るかって。さすが細身の女子高生は楽だったよ。許せねえ。おいおい、僕の身にもなってくれ。テレビの中が危険だとか知らなかったし、殺す気なんてなかったんだ。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。自業自得さ。ふざけんな、こっちへ人を入れりゃ死ぬって山の前見ん時に知っただろ。はあ、知ってたら何だっての。違うって、生ためのやつは小西って。二人も死んで警察も忙しくてさ。出た。生ためは警察に相手にされなかったと言った。それは僕じゃなければ相手にしなかったろうけど。へえ、あの二人の死にそんな法則が。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。生ためさんさ、そんな話信じる人いると思うの？でも本当なんです。あのね、そんな夢みたいな話で警察がいちいち動くわけないでしょ。面白い話だけどさ。そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら。例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ。誰にも。助けてあげればいいじゃない、今度こそね。忙しいから切るよ。じゃね。警察側から切るんや。あれで通話記録。あ、消すんか。消してるな。すげえだろ、誤解しちゃった生ためがよりによって僕に電話してきちゃうんだから。僕はちょっと背中を押してあげただけ。生ためはまんまと勘違いしちまって、お前らが救えば救うほど誘拐を繰り返す。お互い善意なのにいたちごっこがどうにも止まらない。マジかよ。どうして、何が目的でそんなことしたの？長えな、おい。もう2時間ずるぐらいずっと話聞き、まあもうそれは、ね、ただ僕にはできたし面白いから。
遊び半分で殺したっての？あのさ、僕は人を入れただけ、殺してない。それに途中からは生ためが勝手に自分の判断でやったことだろ。僕直接関係ないし。んなもん、へりくつだろ。じゃあどうやって証明すん？人をテレビに入れました日本の警察舐めてんの？ひどいやつ。けどまさか僕。いいね、ゲームにはハプニングがないと飽きちゃうし。そういや久保光をやった時もワクワクしたな。じゃあやはり久保の件は確かに違和感があったんだ。あれだけ注目を欲した少年が特別な力を持ちながら、けど違った。テレビに人入れるの久々だったし。そんな、それにだったらなんで久保からあんたの話が出なかったの？そのぐらいは考えて動くさ、刑事なんだ。署のテレビのある部屋に通して、部屋の電気をいきなり消して、動揺してる間に一気にやった。やる瞬間さえ見られてなきゃ万一助かっても向こうでの体験談なんて誰も信じない。つってもそれ以前に久保のやつ何が起きたかも分かんなかったろうな。待てよ、署の部屋でって。久保はね、実は早々に自首してきたんだよ。まだ指名手配どころか目星もつかなかった頃だけど、よくあるいたずらと決めつけられて、厄介払い同然で僕のところへ通されてきた。そりゃそうさ、だって連続殺人事件は全部僕がやりましたなんて子供に言われてもね。でも僕はまずいと思った。まさか進んで罪をかぶりたがる奴が出るなんて想像してなかった。ちょうど警察が手柄に飢えてる頃合い、もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ、ゲームが冷める。だから周りに帰らせましたって言って、とっさの思いつきでテレビに入れたんだ。ゲームが冷めるってそんな理由で放り込んだっていうの？そういうの人生で大事だろ。けどお前らまたまたうざく邪魔してく。おかげで久保のやつ改めて逮捕されて、まんまと真犯人扱いさ。痛いの真似方とか、あんなお粗末だったのに。まあでも生ためは救うのやめなくて結果オーライだったけどね。生ためのやつ救うことによってたのかね。バカなやつだよね。まるで遊びじゃねえ。んなことで人を、小西先輩を、てめえ許さねえ。許すとか許さないとかどうだ。どうせこことあっちの世界はもうすぐ一緒になるっぽいし。感じてないの？時期にもっと同化して区別がつかない。な、こいつ、足立本人は別の場所にいる。でもこいつ、単なるシャドウとは感じが違う、クマ。すごい。ここにいる僕は君らの出迎えみたいなもんさ。わざわざ追いかけてきてご苦労ってね。僕はこっちの世界に随分と気に入られたみたいでさ、怪物どもも僕を襲わないんだよね。シャドウたちの、この街は今年の暮れ近く霧の中に消える。もうすぐここが現実になるんだ。僕はこっちの世界にいるから、僕を捕まえようってんなら来ればいい。世界の意志にどっちが選ばれるか。世界の意志だ？うだうだうるせんだよ、クソが。今ここで決着つけてやら。おお、必ず来なよ。待って、こら！ゴキブリだった。世界の意志と
でも、なんだか…というより…なら、世界…確か、今年の暮れ近くって言ってなかった。それって…多分、こっちの世界に飲み込まれるってこ…町の人が変なの。霧がもっと濃くなって、あっちの世界も…しゃ…人間がみんな…くそ、なんでだよ。いい加減蹴りつけようぜ。こんな思いもうごめんだ。おお、通れる場所ができてる。多分足立はその先。ジョ、今すぐ突っ込んでやろう。待ってください。あんな奴に二度と煮え湯を飲まされるわけにはいかない。全力で臨んで。暮れ近くってってのが、いつ準備やりすぎってぐらい整えて、あたしの顔面に靴あっ。あ、しまった。セーブしときゃよかった。暑いな。お、一番分かってるか。逆にトップじゃなかったら嫌な。ちょっと一回ここでセーブしてペルソナいじます。